さて、次は移動教室と音楽の授業だけはまあまあ好きかな。めぐみ、ちょうどよかった。ん？今日の放課後、練習が終わったら部室に残ってくれないかしら。え、いいけど。それじゃあ、また後でね。え、何？呼び出し？今日は風が柔らかいから雲ものんびりさんだね。夜は星たちもきっとご機嫌。夜、暗い。消灯。お布団。なんだか僕も眠くなってきちゃった。つづり、ちょっといいかしら。ん？コスモ、お昼寝？部活が終わった後、話があるから。え、それだけ。じゃあよろしくね。僕また何かした？あ、風ちょっと冷たくなってきたかも。二人とも居残ってくれてありがとうね。でもどうしてそんなに遠くに座っているの？いや、お説教心当たりがない。説教？私があなたたちに？どうして？そりゃあんな呼び出し方されたらそう思うよ。え、普通に声をかけたつもりだったけれど。いいや、完全に生活指導の先生だったね。よく似てたよ。あなたたち、そんなにしょっちゅう生活指導されているの？いえ、それはいいわ。今日は少しあなたたちにとっても愉快ではない話をしようと思って。やっぱりお説教なんだ。ここに2枚の紙があるわ。私とつづりの退部届。はっ、そこを不良の部員を追い出してクリーンな部を作るつもり？ごめんなさい、明日から真面目に授業を聞きます。教科書全部忘れてきてもまあいっかって思ったりせず寮に取りに行きます。それはぜひそうするべきだと思うけれど。というか違うの、誤解しないで。今日話そうと思ったことはね。これ、三人での約束。全国大会の出場辞退と、これ以上関わらないようにしようっていう、不干渉条約。北陸大会を突破したその後、三人で決めたこと。文面をめぐみが作って、私たちがみんなでサインをした。去年はそうすることが一番いいと信じていた。めぐみが怪我をして、幸先輩がいなくなって、私は部を守りたくて地方大会の決勝でつづりを傷つけた。何度も意見を衝突させて、信念とは決して呼べないようなエゴをぶつけ合った。これは私たちが未熟だった証拠。差し詰め、若木証明書。一度ちゃんと話をしたいと思って。二人がまだ私に何か言い足りないことがあるのなら、それも全て受け止めるつもり。私がもう少しいろいろなことが上手にできていたら。上手にできてたら私は怪我しなかったって？1年間くすぶった時間を過ごすこともなかった？それは。和江は傲慢だよね。メグ、私が怪我をしたのはただ私が怪我をしたから、踊れなくなったのも私が踊れなかったから。
それだけ。そこに意味なんてない。なのに二人はいつまでも私のリハビリに協力して、自分の練習時間もそれ以外の時間も削ろうとした。だから私はスクールアイドルを辞めることにした。それは私が決めたこと。見えない？ここに三人のサインが書いてあるのが。今の小杖は部長かもしれないけど、私たちにとってはあの頃の小杖も今の小杖もただ周りの人より少しだけしっかりしてるだけの同級生だよ。それなのに何でもかんでも自分で背負い込もうとしないでよ。ムカつく。めぐみ、僕にはメグみたいに言う資格はないと思う。だってコズが無理をしてたのは僕のせいだったから。去年の今頃思い出すと今でも体が沈んでいく。海の中でだんだん光が見えなくなるみたいに。それが後悔という名前なら僕はずっと後悔してるよ。もっとコズとちゃんと話せればよかった。もちろんメグとも。うん。そしたら今は僕が部長を代わってあげられてたかも。それは無理だと思うけど。二人とも。はい、これで辛気臭い話は終わり。三人とも若かったし嫌なこと続いちゃってたよね。以上。文句ある？でもなんか嫌なの。だってこれからもことあるごとにあの頃はごめんねって言われそうじゃん。今の私は幸せなんだから蒸し返さなくていいの。コズはもうちょっと軽い人を見習った方がいいと思う。クモとか人間関係も勉強もスクールアイドルも梢にとっては同じなんだよね。できないことがあるならできるようになるまでやる。できないのは自分の努力が足りないからだって。それは何だってそういうものでしょ。私が梢だったら1時間で心折れてる。僕なら5秒。でも私も嫌なのよ。私の力が及ばなかったばかりに誰かが悲しい顔をするのは。私はできるなら音楽のように完璧なものになりたい。五線譜の上たった一つでも構成要素が欠けていたらそれはもう完璧ではなくなってしまうの。つづり、小杖のほっぺを引っ張っちゃえ。まにーよっ。これで完璧じゃなくなったね。理想から遠ざかったよ。もう人がせっかく真面目に話しているのに。まったく。でもありがとう。少し心が軽くなったわ。少しだけなんだ。しょうがない。小杖は結局背負い込むのも好きなんだから。そういうわけじゃないと思うわ。それじゃあこの若木証明書ってやつどうしよう。ビリビリに破いて捨てちゃう？残しておいたら小杖が自室に飾って今しめよとか言いそうだし。でも過去に犯した過ちに向き合うのは成長のために必要なことで。本当にやるつもりだったの？自罰的も行き過ぎるとそういう趣味の人みたいなんだけど。別にやりたくてやっているわけじゃないわ。うん、とりあえず持って帰ろうか。周りに何にもない学校だから星だけは綺麗なんだよね。私は好きよ、この帰り道。春夏秋冬いろんな星が見られて。あれ、そういえば紙って2枚あったよね。もう1枚は僕の想像にしかいなかった。忘れてたわけじゃないわ。見せるタイミングがなくて。
ラブライブのエントリーシート。去年も見たやつだ。もちろん去年とは違うわ。去年出場をしたのは私とつづりだけだったけれど、今年は6人3ユニットドルキストラで出れるんだ。そういうこと。本当にやりたかったことができるようになるわ。いえ、もちろんつづりと出場したラブライブもあれはあれで勉強になったけれど、そうじゃなくてね。なんかその言い方さやみたい。ミラクラパークで世界を塗り替える日が来たか。私たちスリーズブーケならきっと最高のスクールアイドルに手が届く。そう、あの日に夢見たような。誰が勝っても負けても恨みっこなしだからね。ええ、もちろん。でも僕とサヤが一番だよ。それって勝利宣言か、この天才が。あなたたちって仲がいいんだか悪いんだか。でもきっとかけがえのない関係なのよね。だって誰が欠けても成り立たない。ハスの大三角ですもの。ハスの大三角。つづり、いいこと考えた。星を折ろう。ん？頑張りましょう。人口密度が低い、居心地よし。おはようございます。今日もよろしくお願いします。あれ、何ですかこの折り紙のお星様。本当だ、昨日はなかったよね。それはもともと若木だった。でも今はお星様なんだよ。さやかちゃん、翻訳プリーズ。え、すみません、わかりません。そして名をハスの大三角という。星1個だけなのに。うん、なんか楽しそうだけど。いいんじゃないかしら。あの頃の思い出が星になるなんて、破くよりもよっぽどいいわ。ま、そうかもね。ええ、それじゃあみんな、今日も練習頑張りましょうね。はーい。